実演、本日使いますのはこちら、4枚のエースでございます。振ってあげるとこれでまず1枚のエースがひっくり返ります。もう一度振ってあげるとこれで2枚目のエースもひっくり返ります。そしてもう一度振ってあげればこれで3枚目のエースもひっくり返って、そしてこれで全てのエースがひっくり返ってしまいます。そして強く振るとこれでエースが全てキングに変化してしまいます。4枚のエースがキングに変化してしまうというマジックでしたが、やっぱりエースに戻したければこのようにしてあげると4枚のエースに戻すこともできます。はい、では解説していきます。アスカニオスプレッドメインのトリックになりますので、練習用としても使えるかと思います。4枚のエースキングを用意していただいたら、エース2枚の間にひっくり返した状態で4枚のキングを重ねておきます。ここ厚みが結構気になりますので、このような感じよりはこのような向きでやってあげるとやりやすいかと思います。そしたらアスカニオスプレッドがやりやすいようにこのように持ったら、上下ほぼ同時に取って、そしてさらに下のカードをこのように取って、まず4枚のエースをといって見せたら、ここの束合計5枚を上に重ねて、あとはお好みのおまじないを行い、同じようにアスカニオスプレッドですね、下上そして中指で一番下、そしてこのように見せるのが一般的なアスカニオスプレッドなんですが、僕厚みを細かすためにこのような感じのポジションにしております。そしてもう一度この束を上に重ねて、もう一度アスカニオスプレッドを行い、厚みをカモフラージュしたら、ここはそのまま重ねてトップの1枚を下に持っていって、もう一度アスカニオスプレッドやると、もう1枚ひっくり返って、ここもまた普通に揃えてトップの1枚を下に持っていって、もう一度アスカニオスプレッドをやると、全てがこのようにひっくり返ったように見えます。そしたらこのまま揃えて、このまま振りながらくるんとひっくり返すとキングが出てきますので、ここでもまたアスカニオスプレッドを行います。そしたらここの束のところが一番下になるようにして、今回の実演ではこのままステップを作りながら取り上げて、8枚の下にブレイクを取ったら4枚のキングをこのように示した後、重ねてこのままくるんとひっくり返すやつですね。腕でこのようにカモフラージュを起こしながらこのようにひっくり返して変わったというふうに見せるというものでございますが、ただこれじゃなくてもデュプリケートとか使えば一番楽なんですけれども、キングに変わりました。でキングに変わった状態で、例えばこのまま束のカードを下に持っていってデックに重ねて、これで終了でもいいですし、はたまたこの状態でアスカニをして、こう束のカードを下に持っていって、この5枚の束を少し下目に持っていって、持っていた後にキングをこのまま上に戻しながら、このままギャンブラーズコップでポケットから出すとか、このように示すことができますので、デュプリケートがあればデックの中からデュプリケートから出すとか、いろんなやり方が考えられますので、その辺は皆様のお好みでやってみてください。練習用トリックにうってつけだと思いますので、アスカニオスプレッドまだ練習段階だっていう方はね、ぜひ挑戦してみてください。また次回お会いしましょう。バイバイ。